大きく右に曲がると出てます。道路ありませんね。30メーター、20メーター、10メーター、ゼロ。今日 Bluetooth でインターコムにナビの音声が飛ばせるんですけど、インターコムの電源を使い果たしてました。ここは汽車専用で走れないみたいですね。まあ毎回このナビの困るところなんですけど、桜マークがついてるのは高速道路なんですね。どっかで曲がらないとなんないですね。他へ持ってかれちゃう。で、高速に乗る設定になっちゃってますね。とりあえずしょうがないんで登園を目標に走ります。バイク専用のナビを買わない限りは、まあ、ガルミンを使おうが Google マップを使おうが Maps を使おうが基本的に高速道路へ乗せようとするんで、それがなかなか怖いです。で、信用しててもやはり高速道路を選んじゃってることが結構あるんで、もうちょっとやけくそで曲がってみますかね。ナビを再設定しますかね。この高速道路を使わない、これにチェックが入ってなかったんですね。2台カーナビを持ってて、まあどっちかの言うことのいい方を信じて走るってのが正解なのかなっていうことで、まあ今のところ遠出するときは Google マップスとガルミンの方を2つ使ってます。マップの正確さでいくと、Google マップスとてもいいんですけども、渋滞だとかを考慮しちゃうんで、いきなり、経路が変わることがあります。まあそういう時はちょっと混乱しますね。目的地目の前にしながら、こう右折しろ左折しろというふうに言って、なんか遠回りさせられるっていう印象があります。ただ不思議なもんなんですけども、その、ガルミンよりこう Google マップスの方がなんかこう気まぐれというか、人間に近いようななんか感覚があって、まあそこの部分が好きで、まあ、最近はガルミンよりグーグルを使ってます。ガルミンだと最短で、安全で確実に行けるルートを選択してくれるんですけども、このグーグルマップスだと、なんていうんですかね、変わった道を走らせてくれます。まあでもこういう裏道をたくさん案内されていろいろ走ると道を覚えますね。本当にたどり着くんかいなというこのくねくね加減ですね。
なんとか大きい道路出たんでちゃんと向かってくれてる感じですかね。目的地に近づきつつあるのか、Google マップにワイディングロードが出てきました。こう曲がれと、道が細くて微妙なところですかね。この Google マップさんが、まあ、よく困るのがこの南方向とかっていきなり言い出すんですよね。そのどっちが南なんだか分かんないじゃんっていうね。これをマップと見るとですかね。道をロストしました。これをどっち行く。その先直進です。こっちですかね。出ちまいました。こっちですかい。こっちでいいみたい。あ、いい感じ、いい感じ。あら、本格的な。これはこっちかな。あ、また違うな。こっちに U ターンしようと。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。で間違えながら行くとですね、二度目来るときまた同じ道を同じように間違って行ってしまうんですね。もうほぼ目的地に近いのかな。ずっと続いてますね、この道は。じゃあ戻りましょう。もう案内すらしなくなっちゃう。
本当ですかいの。この道は通行止め、中に悪い犬がいると。はあ、とりあえず違う道を考えないとダメかな。大きく右に曲がると出てますが、道路ありませんね。30m、20m、10m、0。はい、道路ありません。ナビはもう案内諦めたみたいです。再検索中になったまんまで、ダメですね。とりあえず行けるだけ行って抜けやすい方へ行ってみようかなと思います。マップ上にはちょっと大きい道も出てきてますから、右と左だと左がどん突きで、右はなんとか抜けれそうかな。なんか抜けれそうですね。右へ行ってみますかね。犬がいるから入るなと。でもこれ誰かんちだよな。どこでしょう。台湾はどこ行ってもですね、この犬がいっぱいいるんですね。似たような黒い犬がいるんですけど、それがうるさいです。もう完全にロストですね。ちょっと犬もですね、なんか出てきてトラブルのも嫌なんで、目的地を変更しますかね。しょうがないな。だいぶいいとこまで来たと思うんですけどね。一応目的地駅に変えてみます。まあワンちゃんはね、その自分の、まあ、縄張りを忠実に守ってるだけなんでしょうがないですね。